春の選抜出場が有力な静岡県三島市の日大三島高校野球部が市長に東海大会優勝を報告しました。6日、三島市役所を訪れたのは日大三島野球部の永田裕二監督やキャプテンの加藤博人選手ら5人で、豊岡武市長と面会しました。日大三島は秋の県大会の王者として東海大会に出場。東海大会では聖霊クリストファーとの県勢対決となった決勝を制して初優勝を飾り、春の選抜出場がほぼ確実とされています。全国大会で勝っていくには、体の強化もそうですし、技術の向上もいろいろ自分たちのやることが多く残っているので、全ての面で克服して全国大会に臨みたいと思っています。選抜出場校は来年1月28日に発表されます。